のことならテイラーグレイス。皆さんこんにちは、テイラーグレイスの東春です。ビーズの皆様に何か嬉しいお知らせがあるみたいですね。あ、そうなんですよ。まず最近もありがたいことにレディースのお客さんめちゃくちゃ増えていて、で何よりも嬉しいのがリピートしてくれるお客様がすごい増えてるんですよね。レディース始めてもう約1年なんですけど、グレースフルラインあるじゃないですか。まあ、私が理想を詰め込んだ、前がこう長くて後ろがちょっと上がっていて、こう傾斜のデザインを取り入れてるグレースフルラインっていうのがあるんですけど、いろいろ研究してましたもんね。はい、単純に私がこういうのがあったらいいなっていう思いを詰め込んで作った、まあ、私のモデルみたいな感じで作らせてもらったんですけど、工場に無理って作らせてもらう特注ラインですね。特注ラインですね、はい、なので無理を言って実現している今グレースフルラインなので、納期もちょっとプラスになっちゃったりとかですね、いろいろあるんですけど、そういう苦労や不要曲折ありながらも、結果手に取っていただいているお客様たちにようやく思いが伝わり始めてるっていうのを実感してて、ほうほう、ついこの間で言うとスーツを着てお仕事をされる方で、オーダースーツも作ったことがある、そして既製品のスーツももちろん利用しているお客様なんだけど、仕事で使うからっていうのがあって、しょうがなくじゃないですけどね、仕事で必要だからスーツを使っている着ているっていう女性の方が、お友達の紹介で、もともとメンズのお客様ですね、こちらのね、が女性のその同僚かな、連れてきてくださって、はい、実は最初は乗り気じゃなかったんですよね、その女性。仕事で使うスーツだから、まあ別にそんないいよって言いながら、その男性がゴリ押ししてくれたことで、2着仕立ててくださったお客様がいたんですよ。最初はそんな乗り気じゃなかった印象でした、私の中では。だけど、たまたま私がその日自分で作ったグレースフルラインのスーツを着てたんですよ。そのお客様が、それに食いついてくださって、この形面白いですねっていうところから、私もこれ作ってみますっていうところでオーダーしていただいて、納品して、その日にですよ、やっぱりこの形好きって言って受け取りの直後にすぐ3着目をオーダーしてくれたんですよね。最初は乗り気じゃなかったお客様だったんですもうだから私としてはその時すごい嬉しかったっていうのを通り越して、スーツに対してあまりこう魅力を感じていないお客様をグレーズフルラインを着てくださったことによって、オーダースーツの楽しみを見出してくださったんだっていうのがすごく嬉しくて、とあと私が単純にあったらいいなって思ってただけで作ったものだったかもしれないけど、やっぱ一人のこう女性を喜ばせてあげることができたんだっていう、その手応えみたいなものも感じて本当嬉しかったんですよ。他のお客様にも大好評ですよね。結構グレースフルライン出てますけど、同じ同僚のその女性たちにこの形面白いですねとか、このスーツいいですねとかって言って、周りからすごく評判がいいんですって言って、だからまた同じラインで作りたいですっていう嬉しいメッセージをわざわざくれたりとか、ご予約の連絡とかではなくですよ、すごい嬉しいですよねただでさえこうリピートしてくださるっていうのは嬉しいけど、でもやっぱりメンズのお客様と違ってレディースのお客様ってやっぱデザインとか周りからの見られ方とかっていうのをすごく意識してる方が多いんだなっていう印象ですよね。やっぱりメンズのお客様よりも、なんだろうな、そういうディテールに、やっぱそういうところに目が行くなっていうのは僕は客観的に見てやっぱ思いますね。そうですよね。おしゃれにより敏感っていうかですね、とやっぱ他店との違いとか既製品にはないものとか、メンズの方でもですね、オーダーを楽しみと感じてくださってる中にはボタン一つ選べるっていうだけでも楽しいって思ってくれる方いると思うんですけど、より女性の方がサイズ感にこだわるだけじゃないオーダーの取り入れ方をすごくしてるような印象がありますよね。グレースフルラインにとっても、もしかしたらちょっと似たようなデザインとかあるかもしれないけど、やっぱりオーダーでこうサイズをするっていうところの中に、その人によってやっぱ変わってくるこの微妙なことをこう指定できるっていうのはすごく魅力だと思うんで、製品で同じ形があってもそれはやっぱりフリーサイズだったりとかね、ちっちゃい人大きい人によってはちょっと形の見え方が変わってきたりするものを、身長とかにちゃんと合わせたバランスで計算できるので、オーダーでこれができるっていうのはなかなかないと思いますからね。そうですね、だから本当にこれを受け入れてくださっている職人様様ですし、私が自分でできるわけじゃないからですね、そこは本当に私がこうやりたいっていう形を多くの人の手の仕事によって出来上がってくるものなので、本当にやってもらえなかったらこれ叶ってないからですね。そうですね、見た目以上に難しいみたいですからね。あの傾斜をつけるっていうのが単純なように見えて、すごい難しいって最初いろいろやっぱ言われて、でそれをなんとか
形にしてもらってるってい う、ね、私の中での黄金比の何センチっていうのがあるので、それをねまず作るのにもね研究して、そうですね、やっぱり仕上がって着られたお客様のこの雰囲気見てもかっこいいなって客観的に見ても思うんですよ。私自分が着てるだけじゃなくて、すごく作ってよかったなとも思うし、前から見た時と横から見た時とまた後ろから見た時とっていうこのいろんな見え方ができるっていうのもすごく魅力の一つだとも思うので、あとはやっぱり隠したいところは隠したいとかっていう女性のわがままを叶えられるっていうのもあると思うので、より多くの女性の方たちに広まっていったらいいなって、改めてなんか励みになりますよね。グレーツフルラインの話をいっぱいしたので、グレーツフルライン今見たいです。今持ってきてください。そうですね、ちょっと待ってください。はい、お待たせしました。おかえりなさい。テイラーグレースオリジナルのグレーツフルラインです。これ前から見たらね、まあ、こういう普通のスーツなんですけど、後ろが短くなってるので横から見た時にこう着るとより分かるんですけど傾斜になるっていうね。だからお尻までがっつり隠れちゃうとやっぱその分出てる面積が少なくなるので、足とかが短く見えるのは嫌だったりとか、そういったデメリット部分を配慮したいいとこモデルですね。私が最初にこのね作った時はフロントカットをこうラウンドの、まあ、これが標準ではあるんですけど第1弾だったんですけど、うん、私の誕生日にモニタープレゼントしてくれた第2弾ではフロントカットをスクエアに、またよりかっこいいね感じのシャープな印象にもなるので、これも同じように後ろを短くしてるので前から見ると長めだけど斜めのカットを入れることでより足長効果が強調されるっていうようなものがグレースフルラインになってます。これって本当に実際自分でこう着てみて鏡に映った自分の見え方で実感してもらった方が一番わかると思うんですよ、いくら私が喋ったところよりもですね、うん、なのでだいたいお店で用意してる試着ができるサンプルにもこの形を作ってるので、気になる方とかに着てもらったりもしながらですね、意外にそれでいいねって言ってくれた方は自分の選んだ生地で仕立てて仕上がったスーツを着てファンになってくれる方が多い気がしてます。いや、まあ騙されたと思ってですね、作って、そうですね、はい、思った以上に皆さん仕上がりを気に入ってくれてるのでですね、ありがたいなと思います。グレースフルラインっていうのはまあオプションの加工にはなるのに、うん、それでもリピートしてくださるっていうのはね、すごくやっぱ作ってよかったなって思う次第ですね。他にはないデザインですからね、あまり、うん、ないデザインなんですね、うん、やる価値は全然あると思うんですね。この前で作ってくれたお客様にももっとたくさんの方に宣伝したらいいのにとか言われるんですけど、私たちはね一応この YouTube も含め動画やインスタいろいろなね発信で仕掛けて頑張ってるつもりなんですけど、もうこればっかりはですね地道な努力が必要だと思ってるので、体感してくれた方の口コミとあとはもうここでね実際ね体験してもらってからかなって思ってるので、地道に頑張っていきたいなと思ってます。今回はレディースのお客様にしかね取り入れていないデザインなので、メンズの方にはねちょっと申し訳ないんですけど、今回はとりあえずレディースの方特典としてですね、より多くの方にレディーススーツを楽しんでもらいたい、そしてちょっとでも気になった方にはグレースフルラインを試してもらいたいっていう思いも込めて、ちょっと私からささやかなプレゼントを用意しました。お、じゃん、お、何ですかそれは。商品券。商品券ただでもらえるわけじゃないですよこれはチャンネル登録をしてくれている方っていうのを条件にちょっとお願いしたいんですけど、レディーススーツ特にグレースフルラインをちょっと試してみたいという方にですね3000円の商品券をプレゼントさせていただきたいと思います。お、すごい、パチ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 もちろん既製品が悪いっていうわけではなく、買いたい時に欲しい時にすぐ買えるっていうのはねやっぱ既製品の良さだとは思うんですけど、必要になったっていう時の選択肢が既製品だけしかないっていうのはもったいないというか、事前にねスケジュールとかが立てられるのであれば、オーダーっていう世界を知るともっとより楽しめる、ファッションについてもそうですし、生地を選ぶところとかいろんなデザインをこう決めていけるとか楽しめるものが増える気がするんですよね。あとはやっぱりその一つ一つにとってやっぱ価値とか愛着とか、物を大切にしたくなる気持ちとか、いろんなプラスに動くことがあると思うので、知らないでそのまま終わる人生よりはすごく大きなことを言うとですよ、知って得する楽しみの一つにもなると思うので、私はオーダーの世界に、オーダースーツの世界に入ってレディーススーツと出会えてよかったなって思ってるので、多くの人にその同じ気持ちをね共感してもらえたら嬉しいなと思うので、伝えていきたいなって思いますね。頑張りましょう。レディーススーツ、ね、どんどん皆さんに着ていただけるように、テラグレースのレディーススーツですね。福岡でオーダースーツといえばテラグレースって出るぐらいまでね、それでこだわっていますからね、うちは。
そうですね。こんなに時間かけて採寸してい う、うん、もう本当にお客さん一人一人にやっぱり寄り添ってというかですね。それは本当に昨日かな、昨日来ていただいたお客様にも言われました。あの他のお店でオーダーシャツを作ってたことがあるんですけど、こんなに細かく時間かけて測るんですねとか。もちろん無駄話も多いですよ、私のしゃべりだからでもやっぱり一つ一つね、フルオーダーではないけど少しでもこう合わせてあげられるところはっていうところで細かく測ったりする部分は時間かけてますもんね。意外に驚かれますよね、皆さんにね、うん、だからできれば時間に余裕を持ってやってください。で外も騒がしくなってきたのでそろそろ閉めましょうかねあれは何ですかね皆さん出会いを求めてそうですね、出会いのトラックが走ってますのでそう、ここまあ言っても都会なので、はい、ああいう広告のトラック、うん、トラックですね、結構いますよね、うん、動画撮影泣かせな。何回中断したかっていうぐらいですね。もうこのまま中断しません、これはもうそうですね、はい、はい、ということで、はい、今回はレディースの方にとっては嬉しい知らせということで、ジャスミンにねプレゼントさせていただきますという話をさせていただきました。もちろんメンズの方も大歓迎ですので、キャラブレースまでよろしくお願いしますということで、チャンネル登録、いいねボタン引き続きよろしくお願いします。レラグレースのひかちゃんでした。